皆さんこんばんは、原田ゴルフ原田周平です。12月、3日だね、火曜日ということで、今日もスイング解説やっていきたいなと思います。今仕事の前の8時45分、これからレッスンの方に入る前の、時間ということでですね、今日は、賞金女王に輝いた鈴木愛選手についてちょっと解説していきたいなというふうに思います。まず鈴木愛選手の一番の特徴はテイクバックですね。まず二軸というねスイングの、形態を取るので、非常に右に移動するタイプ。そして、まあ、割と僕が特殊、いつも見ているところというのは目線ですね。目線がどちらかというとこう使うんですね。普通こういう目線になるんですけど、要するに側屈のないバックスイング、こういう上げ方ですね。こう少し目、左目が普通下がるの、左目が上がるようなイメージで、こう体が右に切れ、こうずれていくというか、右軸に行くと、でそこから左に集めていく、ここから左にこう重心移動していくような、トップになるということですね。ですから非常に切り返しからは逆に言えば側屈が非常に深く入るということになるんです。だから側屈しないでテイクバックしてダウンで側屈するような形になる。でクラブはねかなりインに引きますね。でこのインに引くタイプっていうのはやっぱりですね、背が低いっていうことで言うと僕もそうなんですけども、やっぱり少し左右にねこう揺さぶんないとやっぱ距離が出ない、まあ、高さが出せれないんで、横にちょっと幅を作って、あと後ろにこう助走をつけるっていうか、助走をつけといて戻すような時ね。だ割とトップまではねクロストップになるんだけれども、切り返しからは綺麗にプレーに乗せる、インに引いてまっすぐストレートの正しいダウンスイングのプレーに入れていく、ような形になるので、ソックスせずに切り返してソックスする、こういう体使いですね。こういう練り方、まあ、普通こうなってこう練るんじゃなくて、こう少しこういうね、野球でいうとこう上から投げるようなうねりを体の使い方として作るというところが言えるんですね。だからまあどっちかというとこう、ハンドファーストっていうか、切り返し、トップから切り返しにかけてのこう移動したものを戻す時のこの横への平行移動のパワーを利用し、まあ、高さ出せれない分回転量を増やして体を揺さぶりながら球を捉える、そんなスイングが鈴木愛選手のスイングということがではないかなと思いますね。でスイングプレーの作り方、体重移動の方法、目線の使い方、そこら辺を実践でですね、お話、これからですね仕事の後にちょっと、実践も解説していきたいなというふうに思います。それではまた、次に主催のスイングについて、鈴木愛選手、やはり二軸ですね、このぐらい動いてるね。でこの時にどうしてもスイング、こういうのが好きじゃなかったんだと思うんですよね。だからこう使いたい、でこうなるとこの音ダフるんで、このこういう移動、こういう使い方ですね。プレー的に言うと一度ここまで入ってこう入れる感じで、こうなって、こう入れる。で、この深い入れ方がうまいですね。だからかなりハンドファーストで捉えるテクニックというのがあるんですけれども、いきなりこうやっといて、いきなり入れたらかなり移動するので、多分こういう移動からこう使う技術が、鈴木愛選手にとって一番いいスイングのイメージと。だから沈み込む感覚っていうのがダウンスイングである、まあ、右足の膝のこうリアクションみたいなものをなんか非常に大切にしてるみたいなことも書いてあったんで、まあだからクロストップにここでこうなるんだけれども、ここでうまくこうプレーに乗せれる、そういうテクニックを持っている。Thank you.
からソックス、こちらのソックスがないトップからこういうソックスに入れれるんですね。だから普通こうなっておいてソックスすると右にダフるんだけれども、左への移動を右足の押し込みとこういうソックスですね、こういう左への移動とこうこう落とし込む、野球のピッチャーで言うとこう入れていくような感覚、この感じ、こうやって投げないですね、この水平な感じのままでソックスしていくような感覚を持つ、つまり左右非対称ですね、水平の肩のポジションから縦に入れていく。だからここのトップの位置とダウンの形がちょっと違うんですね。でここのプレーン自体はかなり綺麗な入り方をしていると、ここら辺のところが鈴木愛選手のスイングというところになってきますね。ぜひともね、こうなってダフっちゃうっていうか、体がかしがっちゃう人とかはね、で背が少し低めの方とかは少しこう左右にこう揺さぶるテクニックをうまく利用できる人はぜひともね、鈴木愛選手のスイングを参考にしてみたらいいのかなというふうに思います。どうだったでしょうか、これが杉谷選手のスイングのイメージということでございます。ぜひともね、興味のある方はまず私のチャンネル、いつもはこのチャこういうチャンネルじゃないんで、ちゃんとした、動画になって10分間の正しいレッスンを一つのテーマに沿ってやっているようなチャンネルでございます。興味のある方はポチッとチャンネル登録をしていただければ幸いです。明日からまた通常の動画、どんどんと、私のこの動画はね、気が向いたらポンポン出していきますから、こういうスイング解説動画も引き続きこれからもよろしくお願いします。それではさようなら。